サトコには僕の考えていることがお見通しなのです。当然ですわ。だって私たちは親友でございますもの。嬉しいのです。僕にとってもサトコは大切な親友なのですよ。だったら、そんな親友のサトコならきっと僕の夢も理解してくれるのですよ。何を言うつもりですの？サトコに僕の夢を聞いてほしいのです。僕は文校を卒業したら雛見沢を離れて。私言いましたわよね。こんなにも素敵な雛見沢を捨てることがいかに愚かなことか言いましたわよね。サトコ、それでも雛見沢を出る？愚かを通り越して罰当たりでございますのよ。きっとお社様も悲しんでいますわ。お社様は僕が雛見沢に閉じ込められていることをずっと悲しんで泣いていたのです。きっと背中を押してくれるのですよ。愚かで罰当たりな理科。お社様の巫女失格ですわね。